んばんは。ジベンスの大阪県議会議員の斉藤忠でございます。よろしくお願いいたします。国民と共に進むと民進党のぜひとも皆様の温かいご支援賜りますようよろしくお願いを申し上げます。本日もう間もなく民進党の枝野幹事長による民進党の政策のお訴えをさせていただきます。この神奈川県選挙区におきましては、元日テレニュースキャスターの脱原発を掲げる真山雄一候補、そして経済政策のスペシャリスト、普通の人から豊かになろう金子陽一を満を持して公認をさせていただきました。この神奈川選挙区、まさに大激戦であります。皆様お一人お一人の一票が大変大きな価値を持つ一票となっております。ぜひとも日本を正しい方向に導いていくためにも、我々民進党に温かいご支援賜りますようよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。それではまずですね、この地元川崎市高津区選出の川崎市議会議員の岩隈千尋議員にご挨拶を願いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきました川崎市議会の岩隈千尋でございます。今日は本当に多くの皆様方にお集まりをいただきまして、心より御礼を申し上げます。もう間もなく幹事長、そして今回の参議院選挙の候補者でございます金子陽一、真山雄一、陽一雄一でちょっと分かりづらいんですけれども、皆さんいらっしゃいますので、ぜひとも皆様方には私どもの民進党の政策、そして候補者の政策をぜひお耳を貸していただきたいと思っております。参議院選挙始まった直後ではございますけれども、まだまだでございますけれども、盛り上がりが欠けております。やはり今日お集まりの皆さん方を中心に、やはり無党派層の皆さん方に、私ども民進党、新しく政党ができました。まだまだ浸透してきれておりませんけれども、皆さん方の力をしっかりとお借りをして、そして地道に実直に経済政策であり、今の安倍政権に対する内容でありを掲げてまいりたいと思っております。そして何卒7月10日の投票日には、もう期日前投票も可能でございますけれども、私ども民進党の金子陽一と真山雄一に、ぜひとも皆様方の力強い一票一票、そして激励の一票一票たまりますように、伏してのお願いでございます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。さて、それではこちら高津宮前で活動中の三村和也さんにマイクをバトンタッチしたいと思います。よろしくお願いします。改めましてお集まりの皆様、今日は本当にありがとうございます。今ご紹介をいただきました神奈川18区、高津区、宮前区、そして中原区の大戸地区、次期衆議院の候補として活動しています、元衆議院議員の三村和也でございます。どうぞよろしくお願いします。さて、皆さんがお住まいのこの神奈川県ですが、各種報道でも大変、報道されている通り、ご承知かもしれません、非常な激戦、混戦、今回の参議院選挙は激戦となっております。私たち民進党は3月の末にスタートした新しい政党でありますが、神奈川県で真山さんと金子さん2人の候補を擁立をして、しっかりとこれ安倍政権に対峙をしていこうといった姿勢で戦っておるところでございます。ぜひとも皆様の応援のお力添えをお願いを申し上げたいと思うわけであります。私からはこの後枝野幹事長、そして金子候補、真山候補と来てお話をされますので、一言ずつお二人の紹介をさせていただきたいと思うんです。まず今回の参議院選挙の大きな争点、一つは何か、やはりこれは皆さん経済だと思っています。3年半安倍政権がアベノミクスとずっと安倍さんは言ってきましたけれども、3年半経って日本経済は果たして良くなったんでしょうか。日本の実質 GDP は3年半前と比べてほとんど成長していません。やはりアベノミクスでは日本経済は良くならないということが、これは3年半経って結果として出てきてしまった、評価していいんだと思うんです。金子陽一さんはこれまで7年間2期にわたって
経済の専門家として参議院で、私三村和也と同様に経済官庁出身でエコノミストとして働いてきた人材であります。普通の人から豊かになろうというふうに分かりやすい言葉で言っておりますが、要は普通に働くサラリーマンの皆さん、中間層の皆さんの所得を上げることによって力強い国内消費を取り戻して、そして日本経済を成長軌道に戻していこうというのが金子陽一さんです。今回の参議院選挙、経済が大きな争点、それにはやはり経済の専門家の人材金子陽一が必要だ、このことを申し上げたい。そしてもう一つの大きな争点はやはり憲法とか言論の問題、言論の自由の問題。3年半の安倍政権の中で、いろんなニュースキャスターの方も降板したりしましたけれども、自由に物が言えない、民主主義の根幹が揺るがされている状況が今続いているんではないでしょうか。真山雄一さんは日テレのニュースキャスターとして言論の世界でずっと経験を積み重ねてきて、そして参議院で我々民進党の仲間となって憲法の問題、言論の問題に取り組んでいるわけであります。もう一つの大きな争点として憲法、言論の問題、これは真山雄一さんに頑張ってもらわなければいけない。皆さんがお住まいのこの神奈川県選挙区、この2つの意味で真山雄一、そして金子陽一、どちらも必要な人材なんです。どうか皆様のお力を7月10日の投開票日に向けて、私たち民進党、そして真山雄一候補、金子陽一候補、両名に皆様のお力添えをお願いを申し上げまして、私三村和也からの一言の応援の演説に変えさせていただきます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。それではですね、お隣川崎市宮前区選出の川崎市議会議員の小田勝久議員から一言いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。水戸六駅前ご通行の皆さん、こんにちは。私の隣宮前から選出をいただいております、BC 党川崎市議団の、団長をいたしております小田勝久と申します。今三村さんからお話ありましたけれども、経済政策、実は川崎市としても経済政策実は大変深刻な課題になっています。川崎市民の皆さんは、ぜひとも全日本に対して日本国民全体の中で大きく胸を張っていただきたいと思うんですが、川崎市から年間一体いくら国税があるかということをご存知でしょうか。国の国税収入がだいたい50兆円弱でありますけれども、川崎市だけでなんと毎年1兆4000億円もの国税収入がある、意外と知られてないことであります。全国1600自治体のうちで川崎市だけで実は全国の40分の1ですよ、40分の1の国税収入というものをしっかりと皆さんしっかりと仕事をしていただいて払っていただいているという現実があります。しかし私ども自治体議員の立場からいたしますと、何が一番困るかと言いますと、市民の皆さんからたくさん税金を払っていただいているわけでありますから、その税金にしっかりと納得をしていただくだけの市民サービスというものを提供したいと思っているんです。しかし市民サービスを提供するには財源が必要になります。例えば今申し上げました1兆2000億円の国税収入のうち、川崎市に還元されるのが毎年いくらだかご存知ですか。毎年わずか3割程度なんです。7割は残念ながら川崎以外の地方の自治体にばらまかれてしまっているという課題があります。地方の疲弊もありますから一概に税の分配の議論を否定するつもりはないんですけれども、しかし川崎市においても、例えば待機児童の問題、また高齢者の皆さん特別養護老人ホームに入れない問題、それからもう一つ子どもの貧困の問題、これも実は大変大きなテーマになっています。特別養護老人ホーム1個作るのにいくらかかるかご存知ですか。10億円です。100億円あれば10カ所の特別養護老人ホームができる。保育園を作るのに1カ所いくらかかるか分かりますか。約3億5000万円。だけどランニングコストに年間なんと1億もかかっている。意外と知られていない数字かと思います。川崎市民の皆さんはもっともっと豊かになれるんです。しっかりと市民の皆さんの税金をまず川崎市で自分たちの払った自治体でしっかりと使える仕組みを作ること、これがこの間民主党そして民進党と一貫して言ってきた地方分権の考え方です。私ども地方議員自治体議員の立場からすると、まず皆さんがしっかり
くと払っていただいた税金をまず川崎市の権限で自由に使えること、それがまず一番大きなテーマだと思ってます。それがまた地域の経済の活性化にもつながる、徹底した地方分権を進めていく、ぜひ皆さんに民進党を大きく押していただきたいと思うんです。子どもの貧困の問題、6人に1人、川崎市のように比較的所得の高い皆さん、がいらっしゃるエリアにおきましては、特に貧困の問題は深刻な問題であります。そのような貧困の問題というものを、少なくても次世代を担う子どもたちの将来に、少なくともスタートに立つ時点においては平等にさせてあげる。私どもがこだまっているのは、まずチルドレンファースト、子どもにしっかりと予算をつけていくという考え方であります。自民党さんの伝統的な考え方は保護者の所得につけるという考え方ですから、所得制限という考え方がありますけれども、私どもは川崎で生まれ育つ子どもたちが社会に出るまでは同じような教育を受けられて、同じようなやはり環境の学習の環境が保障されるということが何よりも大切だと思っています。オール日本で考えてもこの考え方は大変大事ではないかと思うわけであります。まあ、いずれにいたしましても、働く皆さんの汗がしっかりと報われる社会、なんと4割の皆さんが非正規という状態の中で、子供が作れない、家族が作れない、結婚ができない、そういう問題も深刻なわけでありますから、まず雇用が良くなったといっても、やはり正規な形で、ボーナスがしっかり出る形で、身分がしっかり安定する形での雇用というものを考えていかなければならない。これは経済力のある川崎市もそうですけれども、基本的には国が考えなければならないテーマであります。この川崎市に生まれ育つ子どもたちが将来に夢と希望を持ってすくすく元気に成長することのできるこの川崎市を、そして高齢者の皆さんがいくつになっても安全に安心に心穏やかに生活することのできるこの川崎市を皆さんと一緒にしっかりと作っていきたい。そのためにもこの参議院選挙、ぜひ民進党の候補者を応援をしてください。民進党の比例の候補者も応援をさせてください。共に市会、県会、そして国会連携をしながら、市民の皆さんの生活水準が少しでも良くなるように、皆さんの一生懸命働いて払った税金がきちっと使われるような、そのような自治体というものを私どもこれからもしっかりと作り上げていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、小田議員ありがとうございました。ぜひとも国民と共に進むと、我々民進党に温かいご支援賜りますようよろしくお願いをいたします。続きまして、横浜市の港北区から選出をされております酒井亮介さんにも一言ご挨拶いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。水戸の口駅前の皆様こんにちは。本当に前田の幹事長がやってくるということで、もうお前の話聞いてる場合じゃないという気持ち伝わってきますけれども、もう少しだけお付き合いください。私たち民進党はテレビや今ニュース見て分かると思うんですけれども、本当にこの神奈川厳しい戦いをしているんです。今自民党の公認候補の方が1人、推薦候補の方が2人、そのもしその3人の方が受かってしまうとどうなるか。3分の2、皆さんも見たことあると思います。3分の2、安保法制どうなるか。本当にこの若い方も今日聞いてますけども、もしかしたらどこかに国際効力のもとに武器を持っていかなければしれないことも考えられる。そしてまたご年配の方もたくさん聞いています。年金です。今本土の問題、イギリスのこと関係ないよって皆さん思ってるかもしれませんけども、5兆円も年金が株に投資して飛んでます。私たち民進党は、金子陽一さんは、真山雄一さんは、このような皆さんの命、暮らしを守っていきたいんです。どうか今回の選挙、私たち野党に、そして国民の皆さんと共に進むと、民進党に力を貸してください。金子陽一、真山雄一、2人ともナンバーワンで、ぜひとも皆さんの力で押し上げていただきたい。お隣、横浜市港北区、川崎もすぐそばにあるんです。保育の問題も一緒にやってます。川崎も横浜もないんです。どうかこの神奈川で与党にストップを、力を貸していただきたい。よろしくお願いいたします。はい、高木議員ありがとうございました。この神奈川県選挙区では、民進党は満を持して元日テレニュースキャスターの真山雄一さんと、そして経済政策のスペシャリストの金子陽一さん2人を公認をさせていただいております。ぜひとも7月10日の投票日、決して迷うことなく我々民進党の候補に温かいご支援賜りますようお願いを申し上げます。
それではですね、この川崎を代表する議員と言ってもいいでしょう、劉博文衆議院議員にご挨拶いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんどうもこんにちは。ご紹介いただきました、この民進党の川崎総支部協議会の会長を務めます、私はあの隣の玉区麻生区から、選出をいただいております衆議院議員の劉博文でございます。今日はですね、今連絡ありましたけれども、ほぼ6時間違いなくこの後枝野幹事長も、こちらに到着をいたしますし、そして先ほど来ですね、ご紹介をさせていただいております金子雄一候補、真山雄一候補もですね、それぞれこの全県の皆様方にお訴えをさせていただいておりますけれども、こちらに間もなく参ることになっておりますので、どうか今しばらくの間ですね、皆様方にはぜひお時間を、そしてお耳を傾けていただきたいと思います。さて、この参議院選挙6月の22日に始まりまして、そして今日がちょうどこの序盤戦6日目を迎えるわけでございます。私はこの6日間あるいは公示前、いろんな応援をさせていただく中で、一つだけちょっと気になっていることがあります。まあ隣のね、都知事の話とかいろんなことが公示前ありましたから、私も地域の皆さんと民進党を頼みますよと、参議院選挙本当に勝負なんですというお話をしても、選挙あんのかと、それくらいね、今一つ盛り上がりに欠けている。しかし本当にこれ大事な選挙なんです。この前皆さん、EU のこのイギリスで、英国で離脱の問題がございました。私もあの結果には非常にショックを受けて、しかしあれは国民投票で国民の皆さんが選択をした結果なんです。今どうですか、終わってみて。多くの皆さんが100万200万という単位で連日のようにもう一度国民投票やり直せと、ああいう離脱という結果が出て初めて事の深刻さが分かって、こんなはずじゃなかったと、そういったことで今そういう国民投票をもう一度やるべきだという声が高まってるんです。しかしおそらくそれは難しいでしょう。ですから皆さん、選挙というものは結果が全てなんです。今衆議院においては、私も国会対策あるいは議員運営委員会というまさに国会対応の野党の責任者を衆議院で務めている、3分の2を与党が占めている中で、先ほどもありました昨年の安保法制の議論、一昨年の特定秘密保護法案の議論、多くの皆さんから私たちに不安の声や拙速はダメだと、少なくとも十分な議論をしてから結論を出すべきじゃないかという声を寄せていただき、我々も精一杯頑張りました。しかし3分の2の力を持って採決をされれば、どんなに参議院で頑張ったとしてもそれをひっくり返すことはできないんです。そういう状況の中で今この参議院選挙が行われている。参議院選挙はご案内の通り、皆さん半数の改選なんです。今選挙が今回ない勢力を見てください。自民党、公明党に、そして大阪党と含め安倍政権にすり寄っていく勢力を含めると、今選挙がない組は3分の2超えてるんです。ですからこの選挙で私たちがこの参議院の3分の2を阻止をするためには、何としてもこの神奈川県で私たち2議席を取らなきゃいけない。定数は4議席。今の序盤の情勢を申し上げたいと思います。今与党系の2候補がほぼ当選圏内に入ってます。そして残りのこの2議席を金子雄一さん、真山雄一さん、そして自民党の推薦候補、そして共産党、この4社で熾烈に今争っている。何としても皆さん、4分の3を与党に与えていいんですか。この神奈川で4分の3与党が占めることになれば、言うまでもなく全国でも必ず3分の2を与党が占めて、もうその後皆さんが後悔しても遅いんです。何かが始まってからでは遅いんです。この選挙で今安倍さんは憲法の問題についてもあえて封印している、お話をされようとしない、
非常に私はそこに不気味さを感じてます。もし憲法を改正したいというのならば、堂々とこういうことを変えるんだと、そのことを問うんだということをおっしゃればいいじゃないですか。でもそのことは全く争点にしようとしない。つまりはそういった選挙であるということをぜひとも皆様方にご理解をいただきたい。今日は若い皆さんも本当に大勢立ち止まっていただいてます。あのイギリスだって若い人たちの 70% は EU 離脱に反対だった。しかしいわゆるシルバー民主主義デモクラシーと言われる中で、高齢者あるいは上の層の人たちが違う判断をして結果としては離脱になった。しかし今回やはり若い皆さん、これからの本当に日本を背負って立つのは皆さんだ。だからこの240万人の18歳19歳の方を含めて、多くの皆様方にも私たちと一緒にこれからの日本の将来を考えていただきたいと思います。我々は3月の27日に民進党を結党いたしました。しかしどんなに新しい器、新しい看板を出かけたとしても、それだけで皆さんの期待を寄せていただけるほど、そんな甘いもんじゃない。問題は私たち民進党が今の安倍自民党一強政治に対してどういう旗をしっかりと掲げ、そしてどういう対抗軸を具体的に示し、そしてそのことによって皆さんにしっかりとですね、選択肢としてその存在を認めていただけるか、それが私たちのまさにこの参議院選挙の課題だというふうに思っております。後ほど枝野幹事長からもお話があると思いますけれども、私からは今真山雄一候補が到着をいたしました。皆さん拍手でお迎えいただければと思います。そして私から2つだけ申し上げたい。私たちは今の経済、先ほどもこの地元の議員さんからも話があったように、本当にアベノミクス一辺倒でいいですか。大企業、強いものがどんどん豊かになる、どんどん強くなる、そのことによって国民の皆さんの生活全体を底上げしていく、そういうことをおっしゃってた。しかし今現実はそうじゃない。大企業や、ね、あるいは、ね、富める人たちはどんどん富み、大企業のこの収益は改善した、株価は上がったかもしれない。しかしじゃあその大企業が収益改善して本当に実質賃金、皆さんの給与がぐるんと上がってますか。あるいは設備投資をしてそれが消費を拡大という好循環を生んでますか。そうじゃないじゃないですか。全部内部留保です。年収1億人以上の人はこの3年3から3年半の間にものすごく増えましたよ。しかし一方で年収200万以下のいわゆるワーキングプアと言われる人たちの層がぐんと増えてるじゃないですか。その歪んだ格差というものが今まさに進んでいるというのが、私どもがアベノミクスの限界と言っているその根拠なんです。我々民進党は申し訳ないけれども大企業も頑張ってもらう。しかし力あるんだから、もうこれ以上そこに法人税減税をする必要はない。そうではなくて 99.7% を占める中小零細企業の皆さんに、私たちは具体的な政策を持って支援をしていきたいと思う。この前の通常国会で中小企業頑張ってるところたくさんあります。本当に素晴らしい企業をね、もうものすごくある。そしてそういう皆さんは今人を増やしたいんですよ。そしたら仕事も増える、ね、そしたらまた社員の給料も増える。しかし社会保険料の負担など正規で人を雇おうとするとどうしても負担が重くのしかかってくるんです。だったら私たちはそうやって正規の社員を雇っていただいた、増やしていただければ、その社会保険料については10年間 50% しっかりと国として責任を持ちましょう。そういった具体的な法案もこの前の通常国会に出させていただき、与党に審議しようじゃないかと。まさにこれが対抗軸じゃないですか。我々の対案であり私たちの具体的な提案なんです。しかしそういった審議は行おうとしない。我々は大企業の皆さんには
少し我慢をしていただく。しかしその分を本当に今困って現実に大変な状況を抱えている中小企業の皆さん方を支援をしていきます。そしてもう一点はやはり人への投資です。止める人たちで今お金を持っている方々には少し我慢をしていただいて、その所得をしっかりと再配分をしていく。何としてもそれは子どもたちです。私も民主党時代に政権を担っていた時、文部科学大臣政務官副大臣として高等学校の無償化や、あるいは3年間で教職員の定数を1万人増やすということをやってまいりました。しかしその流れは今すべて断ち切られてしまっています。高等学校の無償化には所得制限がかけられてしまった。教職員の皆さんの数増えていません。まさにですね、なぜ我々が人への投資、これが未来への投資なのか。それは人口減少の時代でこれからの日本をやはり成長させていくためには、今の子どもたち若い人たちがしっかりと成長した時にこの日本を支えていく担い手として社会全体で育てていかなければならないんです。日本は世界の貧困、子どもたちの貧困の問題に本当に一生懸命取り組んできた。しかし今世界第3の経済大国であるこの我が国が子どもの貧困率の問題、先進各国 OECD34 カ国中最低レベルにある。本当に恥ずかしい話です。そしてこれをこれ以上そのままにしておくわけにはいかない。それは私たち政治の最大の責任だと思ってます。誰もが意欲があれば学ぶことができる、いろんな能力やいろんな技術を身につけていくことができる。意欲を持ってしっかりと頑張れば大学だって誰だっていくことができる。やはりそういう社会をここで取り戻していかなければならない。そのためには公共事業を削っても人への投資をする。今枝野幹事長が到着をいたしました。皆さん、枝野幹事長お忙しい中、今日は2人の受け入れのために来ていただきました。今このように私からも申し上げましたけれども、我々はしっかりとそういった今の安倍自民党一強政治、この流れに皆さん待ったをかけてください。これを加速させた方がいいという人は与党に入れていただいて結構。しかしやはりブレーキ役が必要だ。しっかりと時にそれをチェックしていけ、そういう思いを持っておられる方はぜひこの神奈川県選挙区においては真山雄一候補と、そしてこれから参ります金子陽一候補、それぞれに金子さんは経済、そして真山さんはエネルギーの問題、そして報道の自由、国民の皆様方の知る権利を守っていく、それぞれに自分たちのこれまで一生懸命に取り組んできた政策を訴えながら明日からの中盤戦、そして終盤戦と臨んでまいりますので、どうか皆様方にはこの金子陽一、真山雄一2人へのご支援をお願いを申し上げまして、私衆議院議員牛ひろみからのお願いとご挨拶にさせていただきます。よろしくお願いいたします。牛ひろみ衆議院議員、誠にありがとうございました。国民と共に進むと我々民進党にぜひとも温かいご支援賜りますようお願いを申し上げます。この大実践の神奈川県選挙区において民進党は元日テレニュースキャスター、そして脱原発を掲げる私の隣におります真山雄一候補と、そして経済政策を掲げ普通の人から豊かになろうと強く訴える金子陽一、この2人を満を持して公認を出しております。ぜひともこの2人の候補者に温かいご支援賜りますようよろしくお願いを申し上げます。それではですね、まずは真山雄一候補にその決意、そして政策を述べていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。すごい人です。上がっちゃいますけれども、三沢の奇跡前においての皆さん、こんにちは。民進党公認候補の真山雄一です。選挙戦も6日目になりまして、だいぶ喉も枯れてまいりました。声を使う職業をずっと続けてきていますけれども、やっぱりさすがにこの選挙戦というのはハードです。
前山雄一も全力で今戦いを続けております。はい、どうもありがとうございます。全力で頑張ってまいります。皆さん本当に最近安倍さんの政治をする目がどっかとんでもない方向を向いている、そんな感じをお持ちではないでしょうか。本来政治というのは国民のためにやるはずの政治なのに、安倍さんは何か違うところを向いて政治を進めている。私前山雄一はそんな感じがしてなりません。私は30年余りテレビの世界でニュースを伝えるという仕事をやってまいりました。その中で政治を取材して私が感じたことは、やっぱり政治というのは国民の生活をまず第一に考えていかなければならない、そして何よりも国民の命というものを大事にしていく、これが本来の政治の姿ではないかというふうに思っています。経済を良くすることだって、これは国民の命のために経済を再生していく、景気を良くしていく、このためだというふうに思っております。ところが今の安倍さんの政治手法を見ていると、どうも違う。私たち国民とはかけ離れたことばっかりやっている、ごく一部のためのことだけの政治をやっている、そんな感じを私は受けていることを隠すことができないわけです。私はこのメディアの世界で培ってきた経験、これを政治の世界でも生かしたい、そんな思いで飛び込みました。生活、国民の生活を大事にしたい、そして何よりも命を大事にする政治を自分の手でやっていきたい、そんな思いで政治の世界へ飛び込みました。今私はとっても心配です。私たち一体どうなってしまうのか、そんな不安を感じています。この参議院選挙でぜひそれを皆さんと一緒に考えていただきたいというふうに思っております。何よりもまず今安倍さんが進めている安保法制、これは戦争をする国へ日本がまっしぐらに進んでいってしまう。さらにこの参議院選挙でもし自民党が3分の2を取るようなことがあれば、憲法改正、安倍さんは乗り出してくるというふうに言われています。本当にそういうことになったとき、私たちの暮らしはどうなるのか。安保法制で自衛隊が海外に出かけていって、そして武器を持って外国のために戦うことができる、こうしたことが可能になるような今改正が進められています。そしてさらに憲法がこれを保障する、もうまさに日本は戦争をできる国、戦争をする国にまっしぐらに進んでいってしまうのではないかというふうに思っています。私は何よりもこの戦争をする国になってはいけない。私は実は3度戦争を取材をした経験があります。イラン・イラク戦争、カンボジア紛争、そして 9.11 同時多発テロの後のアフガン戦争、こうした戦場の取材を通して私前山雄一が感じたことは、やはり戦争は何としても避けなければならない、何としてもしてはならないものだ、どんな理由があろうとも戦争はやめなければならない、こういう思いを強くしました。いつも犠牲になるのは子どもたちであり女性であり弱い人たちばかりです。今も皆さんテレビや新聞のニュースで伝えられています、中東からシリアからたくさんの難民がヨーロッパに押し寄せている、あれが原因で今回イギリスも EU ヨーロッパ連合から離脱をする、そうしたこともやはり引き起こされてしまう。戦争は本当に私たちにとってはやってはならないことだという思いを私はメディアの世界の取材を通して、学んでまいりました。今安倍さんがやってることは全くそうじゃありません。逆の方向へ進んできています。平和を私は守りたいと思っています。今憲法を変える必要ない、ましてや第9条を変えること、私は断固として今の時点ではこの憲法改正は反対をしてまいりたい、そう思っております。何よりも戦後70年のこの平和な日本をまず守っていくことが大事である。他の国のために戦争をするとんでもないことだと思います。自分の国を守るんならそれはやはり必要なこと、自国を守る、私は自分の国を守る、これは否定をしません。このために私たちは自衛隊も持っている、こうしたことなら問題はないと思っております。ぜひ集団的自衛権と呼ばれる海外の国のため、外国の国のために日本の自衛隊が戦争する、これだけは何としても避けたいというふうに思っています。そしてやはり安倍政権の命を大事にするということに反する原発の再稼働、これも前山雄一は絶対に許しません。今ある原発は全て廃炉にする、
50基余りの原発の廃炉に向けて進めていく。そして新しい原発は1基たりとも作らせない。これで日本は原発ゼロ。そしてこの原発ゼロを私は子どもたちの世代に受け継いでいくことをすることができる、安心して暮らせる日本を作っていきたい。その思いで私真山雄一は皆さんと一緒に原発ゼロの社会をぜひ作っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。やばい日本、災害の多い、大災害の多い日本に原発は必要ありません。自然エネルギー、再生可能エネルギーをしっかりと増やしていって、そして私たちの暮らし、その中で経済の再生も図っていける。真山雄一はそう確信をしております。特に今回の参議院選挙では若い皆さん、特に18歳19歳の皆さん、選挙権が与えられます。先ほども真山雄一は申し上げました。今安倍政治は戦争のできる国に向かってまっしぐらに進んできている。この若い方たち、場合によってはこれから将来自分たちも武器を持って戦うことになるかもしれない。若い皆さん、ぜひそんな国に日本をしないため、平和を守るためにも、ぜひ今回の参議院選挙、皆さんの若い意思をしっかりと政治に示していただきたいというふうに思っております。何よりも日本の政治、今安倍さんが行っているこの国民からどんどん離れていってしまう政治、アベノミクスもそうです。今本当なら私たちが豊かになるはずが、どんどん年金は減らされ、そして保育園は一向にできない、介護を抱えている家族はさらに苦しく厳しくなっている。こうした状況を一刻も早く私真山雄一は変えていかなければならないと思っています。何よりも命を守っていく、これが私たち国民の政治に対する大きな願いではないかというふうに思っております。真山雄一、国民のと共に政治を変えていきたい、ぜひ国民の手に政治を取り戻したい、この思いで今回この神奈川県選挙区から立候補をさせていただきました。民進党、新しいまだできたばかりの党ですけれども、ぜひ皆さんと一緒にこの安倍政治に、暴走にストップをかけて、そして国民の手に政治を取り戻し、神奈川県から政治を変えていきたい、平和な国日本をぜひこのまま続けていきたい、このために神奈川の皆さんと一緒に真山雄一は戦っていくことをお約束して、私からのご挨拶にさせていただきたいと思います。民進党からはもう一人、金子陽一さん、ぜひ私たちに議席をください。そして安倍政治の3分の2何としても阻止して、憲法9条を守っていく、戦争のしない国に作っていきたい、これを皆さんと一緒に実現をしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。真山雄一参議院候補、本当にありがとうございました。熱を誇る演説であったと思います。本当に我々民進党は国民の皆様と共に進んでまいります。ぜひとも温かいご支援を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。それではですね、この神奈川県選挙区もう一人の公認候補者、経済政策のスペシャリスト、普通の人から豊かになろうと強く訴えている金子陽一参議院議員候補から政策と決意をお聞かせ願いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。改めまして皆さん、こんばんは。ご紹介をいただきました民進党の参議院議員候補2人目の男、金子陽一でございます。どうもありがとうございます。普通の人から豊かになろう、普通の人から豊かになろうというこの考え方で、私今回の参議院選挙に臨んでおります。さて皆さん、もうそろそろボーナスの時期ですけれど、ボーナスいかがでしょうか。お給料は思った通り伸びてるんでしょうか。政府が言っているようにアベノミクスのメリットは皆さんのところに来てるんでしょうか。来てるよ、お給料上がってるよ、そうおっしゃる方はどうぞ自民党に投票してください。来てないよ、もうちょっとお給料上がったらいいな、そう思われる方はぜひ私金子陽一の話を少し聞いてください。
アベノミクスのやり方、上から目線です。やっぱり何と言っても我々サラリーマン、消費者一人一人の収入が増えなかったら日本経済の復活なんていうのはありえないんじゃないんでしょうか。やっぱり私はそこのところが我々民進党の経済政策とアベノミクスの大きな違いだと思います。例えば消費税の問題、2年2ヶ月前に消費税が引き上げられました。あの時に社会保障のためと言って政権は増税をしたわけです。じゃあその社会保障、あれからどうなったんでしょうか。例えば介護、凄まじいことになりました。介護保険の対象から要支援が外れた。そして昨年の8月から利用者の負担額が2倍になりました。これ話が違うんじゃないですか。おかしいんじゃないですか。国家的詐欺じゃないですか。なんでこんなことがまかり通ってんですか。そもそも 3% の増税で年間8兆円の税収が増えたわけです、消費税の。では皆さん、この8兆円の中で一体どのくらいの割合が社会保障の充実に使われているとお考えでしょうか。半分でしょうか。いや、もっと正直に3分の2ぐらい使ってるんじゃないかと思われる方もいるかもしれません。とんでもないんです。わずかに1兆3500億円しか社会保障の充実には使われてないんです。これも話が全然違うんです。だからこんなやり方じゃダメだと我々、私、民進党の金子陽一は申し上げてるんです。じゃあお前はどうするんだと、どうすればいいんだとお尋ねになる方もおいでかもしれません。財源はあるんですよ。これ毎年春補正予算という追加の予算が組まれてるんです。皆さんも聞いたことあると思います。補正予算、今年は 3.5 兆円、去年も 3.5 兆円、一昨年は 5.5 兆円です。これを今の政府は経済対策に使ってるんです。でもそんな我々にメリットがない経済対策に何兆円も使うんだったら、最初からこういう税の自然増収分というのは社会保障に回した方が良かったんじゃないですか。皆さんどうお考えですか。こういうおかしなお金の使い方、税金の無駄な使い方を正して、きちんとこの税収の自然増分を社会保障に使おうじゃないですか。お金の使い方を正していく、これも私、民進党の金子陽一が政府に対して突きつけたい一つのポイントです。まだまだ言いたいことあります。例えばお隣、東京都の舛添都知事の問題。舛添さん、人気者でした。自民党の参議院議員の時代には厚生労働大臣まで務めた。そして次の総理大臣候補者ナンバーワンと言われた時期もあったんです。だけれども政治資金の私的な流用についてまともな説明が全然できなかった。おかしなことばっかり言ってたわけです。マスコミの皆さんも皆さんでどん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 叩いたけれども、それでもなかなかやめない。やめたのついこの間ですよ。なんでこういう人が都知事までやってるんだ。やっぱり政治家には品位とか品格、こういうもんが必要なんです。国会議員も全く同じです。国会議員の中でこういう品格とか品位のない方、これはちょっとあまりにも多すぎるんじゃないかな、そう思われてる方、この中にも大勢おいでだと思います。だからこそ私、民進党の金子陽一はまず国会議員の定数を削減しなきゃいけないと思います。そして今衆議院参議院2つありますけれども、これは2つもいらないんです。2つも1つの院にしてしまう、一院制にする、そして自ら身を切る改革を
ズバッとやんなきゃ政治の信頼なんてのは元に戻りませんよ。だからこそ私民進党の金子陽一、自ら身を切る改革の実現に向けて全力投球いたします。我々一人一人の収入をアップをさせること、そして自ら身を切る改革、国会議員の定数の削減の実現、そして大きな大きな言い方でする言いますと、普通の人から豊かになろう、普通の人が豊かになれる社会を作るために、私民進党の参議院議員候補金子陽一、これからも全力で取り組んでまいります。真山雄一候補とともに必ず必ずこの神奈川県で与党が3議席取るなんてことは許さない。絶対に我々でそんなことは許さない。そのためにこれから7月10日の投票日まで全力で取り組んでいきますことをここでお約束をさせていただきまして、私民進党の参議院議員候補金子陽一からの決意表明とさせていただきます。今日は本当にありがとうございました。これからも全力で戦います。ありがとうございます。金子陽一参議院議員候補ありがとうございました。ぜひともこの激戦の神奈川にこの民進党が満を持して公認をしたこの2人の公認候補者に温かいご支援賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。それではですね、大変長らくお待たせをいたしました、民進党の枝野幸男幹事長から我が党が掲げる政策と、そしてこの参議院選挙にかける思いを述べていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。たくさんの皆さんにお集まりをいただいたり足を止めていただいて本当にありがとうございます。民進党幹事長の枝野幸男でございます。この参議院選挙、6月1日に国会が終わって各党論戦を展開していますが、私はちょっと唖然としています。安倍総理をはじめ自民党の幹部の皆さんがこの選挙で訴えていること何か、民進党をはじめとする野党に対する批判ばっかりじゃないか。何なんでしょうこれは。3年半にわたって自民党政権は衆参どっちも圧倒的多数を持ってきました。だからやりたいことを3年半ずっとやってきたんです。そしてこの参議院選挙、何が問われているのか、本当にそれが100点満点なのか、軌道修正しなきゃならないところがないのか、ブレーキをかけなきゃいけないことがないのか、それがこの参議院選挙で問われるんです。ですから我々はこの3年半でここはおかしいよね、きちんと批判をしなければいけません。でも3年半好きなようにやってきた自民党は自分たちがやってきた実績を皆さんに訴えればいいはずじゃないですか。それなのにそれを訴えるよりも野党の批判をしている、どういうことか。さすがに気づいたんでしょうね。そろそろアベノミクスの化けの皮が剥がれてきた、それを感じてらっしゃる国民の方がだいぶ増えてきた、それに気づいてきたんで、ここはなんとかこの参議院選挙だけは野党の批判をして乗り切ろう、どうもそういうふうに言わざるを得ない、こんな発言ばかりが続いています。まとめた批判なら私たちは真摯に受け止めなければならないと思います。でも経済の話、都合のいい部分だけ切り取って一生懸命アピールしてこちらで批判します。例えばお給料の話、先ほどもありました、お給料が見かけ上上がった人もいるかもしれません。でも見かけよりも大事なことは実質じゃないですか。例えばお給料が1割上がっても物価が2割上がっていたら使える価値は少なくなりますよね。お給料が 5% しか上がらなくても、だけど物価が上がらなければむしろ使えるお金価値は大きくなりますよね。だから物価が上がってるのかどうか、そのことと比較をして、お給料が物価以上に上がってなきゃ意味がないわけです。だからこの実質賃金で見たときどうなるのか、実はお腹痛くなって辞めた最初の安倍内閣の頃から皆さんの実質賃金はガタガタガタッと急激に下がったんです。その下がってきたのを止めたのは我々が政権を預かりする3年間です。この間横ばいでした。そしてまた第二次安倍内閣になったらガクーンと下がってるんです。
皆さんの働く皆さんのお給料をもらって暮らしている皆さんの実質的な豊かさというのは、我々の時はいいでしたけど、安倍内閣は自民党内閣がずっと下げてきている。これが現実実態なんです。もう一つ、安倍さん口を開けば4年前のあの暗い時代に戻すのかと言って批判をされます。それは我々至らない点たくさんありました。だけど経済で文句を言われる筋合いない。これもちゃんと実質で見てもらわなきゃいけない。しかも経済いろんな切り口あるけれども、経済の総合成績って何で見るんですか。 GDP と言います。国内総生産と言います。農業の方も、物を作ってらっしゃる工場の方も、サービス業も、小売の方も、全ての日本国内の経済活動を全部お金に換算して達算した、これが GDP です。これが伸びていれば景気がいいんです。これが伸びなければ景気が悪いんです。こんな世界の常識です。さあこの GDP どうでしょう。私たちが政権をお預かりしていた時、東日本大震災ありました。ああいうことがあるとガクンと落ちた時期もありました。それをちゃんと入れて3年3ヶ月の平均値は年率 1.7% のプラスでした。口を開けばあの時代の批判をしている安倍さん、よっぽどいいんでしょうね。この3年半同じ期間以上過ぎてますよ。我々の時は 1.7 ですから、それをボロクソに言ってるんですから、3ですか、5ですか、10ですか、 0.8 とか 0.7 なんですよ。半分以下なんです。多くの国民の皆さんが世論調査をすると、アベノミクスの実感どこにも感じられない、そういう答えが圧倒的多数です。その実感正しいんです。ちゃんと客観的な数字が物語ってるんです。だからもう一度しっかりと私たちの暮らしを良くする政策へ方向転換する第一歩踏み出させてください。なぜ私たちの時の方が今よりも経済成長したのか。先週の金曜日、イギリスの国民投票で円が急騰し株が暴落しました。今日ちょっと戻したとは言っても1200円戻したら300円戻しただけです。為替とかそれとつながる株価っていうのは日本の国内だけではどうにもならない事情で、こういうふうに大きく変動するんですよ。確かにこの分野も大事なことですよ。そしてこういうところとつながっている輸出産業も日本にとっては大事ですよ。でもここは国内でどんなに頑張ったって世界の影響で良かったり悪かったりするんです。この3年間はこの世界の状況が良かったんです。しかし日本の経済全体を見ると、実は日本の経済の3分の2は国内が見てるんです。国内で物が売れるかどうか、サービスが売れるかどうか、ここが日本の経済の3分の2を占めている。この部分がずっとダメなんです。なぜダメなんですか。また非正規を増やしてます。仕事が増えてると威張ってますけど、増えてるのは非正規雇用です。年収100万の人が300万の買い物できますか。年収150万の人が500万の買い物できますか。いつクビになるかわからない非正規の人がローン組めますか。こんな人たち増やしていて物が売れるようになりますか。ならないじゃないですか。だから正社員が原則という、20年ちょっと前まではそれ当たり前だったんです。そこに戻していきましょうよ。非正規の人がちょっとずつ、本当は一気にやりたいけど、で一気にやっちゃったら中小零細潰れちゃうから、ちょっとずつちゃんと正規に戻っていけるように、我々はそういう方針を進めてきたし、今も案を出しているんです。もう一つ、物が売れない理由、人口が減ってるんですから物が売れなくなるのは当たり前です。経済やお金のためにお子さん生まれてきてもらうわけじゃありません。国が旗振って海を増やせば、ああいう時代間違ってます。でも海育てたいと思いながら子育て支援が不十分であるために諦めている若い人たちがたくさんいるんです。その皆さんの希望を叶える後押しをすれば、結果的に人口減少に歯止めがかかって、そして消費者の数、お客さんの数が減ることに歯止めがかかって、それをやらなければ人口減り続けたら物売れなくなるに決まってるんです。人口が減っている中で高齢者の皆さんは増えています。その高齢者の皆さんの財布の紐を緩めてもらわなきゃ物売れるようにはなりません。日本の高度成長を作ってこられた世代の皆さん、若い頃に頑張ってコツコツと大きな額ではないけれど
老後のための蓄えを作ってきた方少なからずいらっしゃいます。問題は老後のための資金を老後になっても使えない。なぜですか？将来の不安だからでしょ。医療や介護、病気や寝たきりになった時、子供や孫に迷惑かけたくない、かといって惨めな暮らししたくない。だからわずかでも蓄えがあれば使わないで取っておく。でもあの世には預金通帳を持っていけないんです。元気なうちに老後のためのお金はちょっとずつ取り崩して充実した老後に使っていただいた方が本人も幸せです。そのことで消費が伸びるんです。だから医療や介護の安心充実は経済対策なんです。私たちはこういうことを地道にやってきた自負があります。そして今のこうしたことについて、介護職員の皆さんの待遇改善、保育士さんの賃金の底上げ、労働法制の見直し、みんな具体策きちんと出しています。こうしたことを地道に進めることが経済を立て直す王道、実際に結果を出しているんだということをぜひ多くの皆さんに知っていただきたいと思います。もう一つ憲法の話をしなければいけないと思います。3年前、経済経済と参議院選挙で叫んで、選挙に勝ってやったことは自民党の公約最後に小さく書いてあった特定秘密保護法、これを強行しました。政府による情報隠しを堂々とできるようにした、その法律を強行しました。おととしの12月、総選挙、あそこでもアベノミクスを問う、そればっかり言って選挙の後やったことは公約の一番最後にちょこっと書いてあった集団的自衛権、この強行です。今度も経済経済叫んでますが、自民党の公約最後に小さく書いてあります憲法改正、どこをどう変えるのかちゃんと言え、それをちゃんと示さずに何を問うんだ、こんな無責任なことあるか、白紙委任を求めてるのか。そしたら自民党はちゃんと憲法改正草案を出してますと言い出しました。冗談じゃありません。本当に皆さん一度読んでいただいたらいいと思います。憲法を変えると言ってもですね、ちょこっと変えるんじゃないです。自民党が出してる案は、例えば9条、いや自衛隊をもうちょっと明確に位置づけた方がいいんじゃないかなとか、そういう意見の方は少なからずいらっしゃるかもしれません。だけど今自民党が出している憲法改正案の9条改正は、自衛隊を軍隊にして地球の裏側まで自由に行って自由に戦争できるようにする、そんな中身なんでしょ。単に日本の自衛のためにしっかりさせようだなんて大きく超えちゃってるんですよ。そういう案を示しておいて、選挙では語らずに選挙に勝ったらちゃんと示してたんだ、国民の理解を得たんだ、進めますよ。9条だけじゃないです。基本的人権、表現の自由、報道の自由、経済活動の自由、職業選択の自由、信教の自由、いろんな自由が憲法で保障されています。憲法で保障されてるから、時の権力者が一つの法律でそれを勝手に侵害しちゃいけない。今の憲法はそうなっています。自民党の草案読んでください。時の権力の都合でこうした皆さんの基本的人権をいくらでも侵害できる、そんな改正案を堂々と出してるんですよ。堂々と出しておいて、でも選挙では語らないで、でも勝ったら、いや出してたんだから選挙の前から進めますよ。本当にそんなことになっていいんですか。皆さんそこまで劇的な変化を求めてるんですか。多くの国民の皆さんが求めてるのはそんなことではなくて、将来の不安を小さくする、経済を少しでも元気にする、そうしたことこそが私たちは国民の皆さんの期待望みだと思います。それは憲法だってよく変わるなら変えた方がいい部分はありますよ。私もそういうことで私の試案を出したこともありますよ。でも今そんなことやってる場合じゃないし、今の自民党のこんなとんでもない案が出てる以上はまずこれを許さない。こんなものと比べたら現行憲法の100倍も1000倍もいい。我々には堂々たる対案があります。今の憲法そのものが対案です。どっちがいいんだ。基本的人権も認めない、地球の裏側で勝手に戦争できる、そんな憲法のどっちがいいのか、ぜひ皆さん、多くの皆さんに伝えていただきたいと思うんです。この参議院選挙、本当に今のような点大きく転換させる第一歩にしなければならないという、こういう強い決意で戦っています。この選挙を通じて多くの皆さんがそうだ頑張れという声をかけていただいています。ただまだまだ
まだまだ足りません。まだ気づいてない人がたくさんいます。自民党が憲法とかって言ってるけど、まあちょっと自衛隊を正式に位置づけるぐらいだろうな、こう勘違いしてる人たちもたくさんいます。さすがに基本的人権、あ、テレビで堂々と嘘ついてますからね。嫌だなんとか算定や政調会長は基本的人権の尊重も平和主義も基本は変えませんなんて堂々と日曜日テレビ言ってますから、冗談じゃありません、大嘘です。どっちもめちゃくちゃにしようとして案を出してるんです。だからそれに流されてる人もたくさんいると思います。見かけ上の数字でなんとなく安倍さんの前のがいいのかな、経済も、まだ勘違いしてる人たちがたくさんいます。これを切り崩していかないと、この選挙で安倍政治の暴走にブレーキをかけることはできません。そしてこの神奈川では今お話直接聞いていただいてよかったでしょ、前山さんもそれから金子さんも4人くらいですから、この第一党を我々に2つの議席を与えていただき、しっかりとしたブレーキ、方向転換の一歩を踏み出させていただきたいんです。そのためにはぜひ皆さん1人でも2人でも周りの方に声をかけてください。投票に行こうよ、今の政治の流れじゃまずいよ、相手方も必死です。もう全国各地で業界団体による厳しい締め付けという声が上がっています。利害関係で上から締め付けで票一票一票相手方は稼いでいます。これに戦っていくためには皆さんの良識ある一声が、お友達、お知り合い、ご家族、そうした皆さんへの一票一票の積み重ねがなければ利害関係による締め付けになかなか立ち向かうことはできません。残り2週間弱、ぜひとも前山さんのためでも金子さんのためでも民進党のためでもありません。皆さんの明日の暮らしの安心のために、皆さんのお子さんやお孫さんの明日の安心のために、なんとか私たちに力を貸してください。前山さんと金子さんがしっかりと勝ち抜けるように声を周りにかけていってください。そのことを心からお願い申し上げ、民進党幹事長枝野幸男からの訴えをさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。今一度ですね、国民と、そしてあなたと進む党、民進党に大きな御声賜ります。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。それではですね、江戸幹事長、そして金子真山両候補、ぜひともお会いの方に向かっていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。本日はね